はこちらになります。じゃん、ブータン大統領の結婚式に出席、はい、ということで、はい、何かその語学つながりで、はい、いろんな仲間ができたり、いろんなところの集まりにね、はい、まあ、ちょっとお呼びがかかって、はい、行くようになったりしました、はい、その中での一つらしいんですけど、ブータンとの交流はもうずっとされてるってね。15年前からブータンに興味を持ってまして、はい、まあ、一番興味があったのは日本人が貴族になったんです。大体こう身分差とかそういうことにすごくいろいろ感じるところがありまして、うん、貧富の差とか身分さ、生まれつきどうしたんだろうかとか、はい、そこで生まれつき貴族じゃなくて日本人が慣れた国は素晴らしいと思ったんです。ブータンで日本人が貴族になった人がいるんです。いるんです。お米を作ってね、とても頑張った方 で、うん、でそれと英語を話す国っていう、この2つのことでブータンにとても興味を持ってまして、ただ興味を持った頃は鎖国してたので全く入れない状態 で、はい、でやっと入れるようになった状態で会に入りまして、それでいろんなことをで向こうの方といろんな交流がありましてね、はい、結局国王の結婚式の時に5人だけ呼ばれることになりました。これ日本国内で5人だったんですか？他の日本人いなかったですね。キョロキョロ探して他の日本人がいない大使館がない国ですからね。そうですよね。私もブータンはあれでしょ、幸福度世界一のあれでね、はい、本当に日本来日された時に大騒ぎになった、そうですね、あそこのことですよね。そうです、王様です。王様ですよね。素敵な奥様とね、綺麗な奥さんといらした、結婚式に行かれた。そうなんです。結婚式といっても国中と結婚式をするという、はい、感覚で3日間ありました。大きい競技場でみんなで踊ったりとか、あとパレードがあったり、いろんなことがあって、私たちはその王様のところの貴族の方のお家に泊まってまして、不思議なとってもいい体験をさせていただきました。そんなこと、体験のある人は聞いたことないですね。そうです。やはりすごくこう、もうとにかくいろんな仕事してましてね、いろんな状況で、うん、どうしてこういろんな差があるのかな、差別みたいなね、それだったらこう貴族の方会えるかななんて思っていましたら、やはり日本人だから会えたのかもしれないし、英語というのはすごく大事なキーワードと思います。そうなんですね、ブータンに行けたのってやっぱり何かブータンに対して支援的なことってされてたんですか？お付き合いが、ブータン協会を通していろんな支援をしてるっていう部分もあったものですから、はい、そのことで王様にとても喜ばれまして、ゴミの清掃車、市役所からゴミの清掃車を払い受けて、それをブータンに送りまして、北海道ブータン協会と書いたゴミの清掃車が走ってます、はい、へえ、そんなこと書いてゴミの清掃車がブータン走ってるんですか？そうなんです。札幌のってことですかね。札幌の字を変えて北海道ブータン協会って名前に変えて。面白いですね。全然知らなかった。そうですね、そんな話。誰もきっと知らないでしょうね。ねえ、面白い。今でいう札幌でもそのゲストハウスとかシェアハウスとかそういうものに興味を持って実際運営に乗り出す若い人が増えてきましたが、松並さんもっとずっと前からされてたそうで。そうなんです。昭和60年の新聞に載ってましたから、すごいですね。30年近く前です ね、 すごいですね。まあ、きっかけは泊まることがない外国人がいっぱいいまして、すごい困ってたんで、じゃあ教室に泊まったらどうぞって呼んだところがきっかけでした、うん、で教室は昼だいたい9時ぐらいまで教室してますから、はい、3歳から大人なものですから、はい、その後に布団といっても簡単な座布団並べるようなそのぐらいの程度で1泊500円ぐらいもらって泊めてましたね。いろんな方来たですか？いろんな国の方いっぱい来たって。予約でいっぱいだったらしいです。もう混んで混んで大変で、私も週に1回共同で女性の部屋男性の部屋分けて泊まって、はい、泊まれなくて、私外の廊下ドア開けた2階でしたからその板の外にいたことありますね。それぐらいもう外国人の間ではやっぱりこう口コミで ね、 でね、評判になったんだろうなっていうふうに思いますが、松並さんご自身も香港でしたっけ、海外でゲストハウスに泊まった経験がやっぱりそれのまあきっかけになって、はい、いろんな国に年間2ヶ月行ってましたから、往復の切符だけでまあ寄付をいろいろ届ける、災害のあったところに持っていくとか、生徒150人ほどいましたから英語の手紙を書かせて、その手紙を例えばメキシコに持って行ったらメキシコと中国
くとか、まあ、インターネットがない時代ですので、うん、そういう時に私が生きたインターネット状態でメールをしてました。いいですね、実際届けて。そうなんです、リアルメールでございます。メキシコまで行って手紙を届けて、その人が何か中国とつながって、お礼の手紙が中国から来たりしましたね。そんな活動を長く続けていった結果、本当に札幌でもいろんな業界の方とパイプもできたし、いろんな外国人の方が松並さんを頼りにしてね、いろいろこうお仕事がつながっていったということなんですけれども、こんなこともしてますというあたりを、では3つ目のキーワードで伺ってまいります。3つ目こちらです。じゃん。